押しこの雨が上がっても忘れずに歩いていくよ。こんばんは、高松智美役の岩宮志奈です。千早アナ役の立石凛です。カナメラアナ役の青木ひなです。長崎そよ役の小日向美香です。椎名滝役の林ここです。ごきげんよう、戸川咲子役の高岡奈です。のっちゃん、のっちゃん様ですわ。前回のパート1ではですね、アニメの第1話から7話までを振り返りました。ということで今回はアニメ第8話から最終回の13話までを振り返っていきたいと思います。楽しみだ。迷子ファーストアルバム、明晰波、11月1日リリース。11月東京ガーデンシアターにてバンドリ12スライブ 3days が開催。私たちの単独ライブは Day2 迷子小さな一瞬です。チケット先行受付実施中。バンドリガールズバンドパーティー、知ってる曲で遊べるリズムゲーム、最新の J-POP やアニソンなど人気楽曲が盛りだくさん。お気に入りの楽曲でガルパを楽しもう。あのスペシャルライブがついにブルーレイになって登場。バンドリスペシャルライブガールズバンドパーティー2022好評発売中。ではここからアニメを振り返っていきましょう。まずは第8話のあらすじです。どうして春日陰の勝手な演奏と咲子の涙にショックを受けたそよは連絡を絶つ。その頃咲子はウイカを呼び出して、相変わらずウイカは星が好きですのね。なんか今の話ちょっと読み方良かったですよね。お上品でしたわ。そっちにちょっともえもえしてしまいましたね。ありがとうございます。気になる第8話のワンシーンを見ていきましょう。こちらです。ああそう、ではあのバンドは何ですの？違うの。何が違うの？違うの？同じこと言ってるんですか？矛盾していますわよ。クライシックは壊れてしまいましたわ。復活は絶対にありえません。絶対に。どうして？ああむくみちゃんもう苦しくなって。お願い、もう一度クライシックをやり直したいの。楽しかったあの頃の私たちに戻りたい。そうだよね、たまちゃんもときちゃんも楽しかったんだね。それを望んでる。あ、ちょっと待って、それを望んでるわ。え、違うの？違うのつもりだったんだよ。そうなんですの？うわ怖い。ここ私はあ、むずみちゃん、かわいい。むずみちゃん、むずみちゃん正直だからね。そうだね、お願い。たきちゃんたちがいないと私。あ、来るか、話して。どうしても私の大好きな、あのセリフが来るか。何もするから。あ、まだか。どのくらいの覚悟で言ってるんですの？ただの学生でしかないあなたに他人の人生を抱えきれますの？いや、正論。このセリフが出てくる咲子は一体それほど重い言葉ですのよ。なんか一つ一つの言葉が重い。重いことを口になさらないで。でも私本当にあなたご自分のことばかりですのね。嬉しいです。ね、実はこう収録の時にそよさんとさきこ一緒に撮ってないんですよ、うん、この場所。そう、そうなの。別々だったんです。ね、そうだったんだよね。で先にそよちゃんがこう撮ってくれてて、収録の時に感極まって本当に泣いちゃったっていう話を聞いて、私も感動しながらねこう収録させていただいた思い出がありますね。嬉しい。本番本当マイク前に立ったら、うん、もうその景色の中に自分がいて、目の前に本当に咲子ちゃんがいて、うん、それになんかもう必死にすがりついてる自分がいて、うん、なんか自分でもあ、こんなに入り込むことができたんだっていうのを思いましたし、うん、役者としても少し成長できたシーンだったのかなっていうのも思いましたね、うんうん、続きまして第9話のあらすじです。解散。幼い頃から望まれるままに振る舞ってきたソヨ。そんなソヨにとってクライシックは何よりも大切なもので、
あれは解散じゃないということなんですけど、この第9話は一番と言ってもいいほど重たいお話なのかなって感じるんですけれども、そんな第9話のワンシーンを見ていきたいと思います。どうぞ。あいつは新しいバンドなんかやるつもりなかった。全部クライシックを復活させるためにやってたんだよ。あいつ、お前もラーナもいらないって、トモリと私をつなぎ止めるために利用したんだよ。トモリって高松トモリちゃん、全部お友達なの。思い出しちゃうね。そういえば点と点がつながってしまう。一緒にやらない？アノンちゃんのおかげで久しぶりにトモリちゃんと話せたからね。え、私たちもう一回やり直せないのかな。バンド、私とトモリちゃんとタキちゃんとヤーナとアノンは私たちは、ソヨちゃんはバンドやってこって、ライブ終わってもだから。違うって何？トモリはクライシックがいいの？タキちゃんもいっぱいいっぱいですね。そういうこと？ソヨを取るの、こいつはいらないってことでしょ。違う、みんなで。もう無理だよ。無理じゃない。ソヨがいいの、こいつらがいいの、どっち？選択肢が。あのちゃん、何やってんの？私いらないんでしょ？そんなことないよ。あ、行かないで。あのちゃん、トモリちゃんはソヨさんとクライシックやりなよ。あー、うわー、もう何も言えないよ。もうやだ、バンドなんてやりたくなかった。ひたすらに辛い回だったなっていう。バンドなんてやりたくなかったっていうセリフがすごく刺さったんだけど、これに関してはもう本当現場の空気感がリアルすぎちゃって、アノンちゃんが私いらないんでしょって言った時も結構ピリついたんですけど、ソヨさんとやりなよって言われた時の何とも言えない空気感は本当に心が裂かれる。現場の空気だったんだろうね。ちょっとピリッとしてた。本当ピリッとしてた。ピリッピリッとしてた。続きまして10話のあらすじを紹介したいと思います。ずっと迷子。バラバラになってしまったバンドメンバー、気持ちがまとまらない中、訪れたプラネタリウムでトモリはウイカと出会う。歌って伝わる気がするよね、とのことです。早速このシーンも見ていきたいと思います、はいはい、どうぞ。あら、あら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 、あれ、あら、あ、ちょっと、トモリ、どうしたの？ああ、どうした、どうした、はい、いや、ここのアングル超いいね。いいよね。見つけたー。ちょっと話して。話しません。とのギャップが、行動力がすごい。踏み出してるのよ、ともりちゃんは。もうみんなからね、こんな手差し伸べられたら、うわー、ちょっと。やっぱりこの5人で迷子なんだな。ラーナさん、来た。うわ、いらっしゃった。僕にはわからないんだ。いつも見つけられない。正解も普通も、世界はずっとずっとずっと遠く、僕には届かない場所にあるんだ。日だまりを抱きしめていた春も、夏が照らしすぎて消えてしまいそうで、アスファルトで干からびてしまうなら、僕は表情みんなずっと石の下に隠れていたかった。
手を離してしまった。大切と白は知っていたのに。ぐちゃぐちゃになってしまったけど、全て消えてしまったのでないのなら戻りたい、伝えたい、許されるなら僕は何も見つけてほしくなかった。なのに君といることがどんなに嬉しかったかも、ただちゃんと言えてないから。だから傷つけたくなんかなかった。あ、いいな、ともりがこれみんなに歌ってくれてるのがいいんだよ。僕は一体どうすればいい。うまく言えなかった言葉、それでも届けたい言葉。わあ、滝さんが目に涙雫を。これでね、アノンが滝を見て泣き出すのめっちゃ好きなんだね。一番最初に泣き始めて。そうなのよ。わあ、楽しそうだね、野良猫ちゃん。一番いい顔してたかもしれない。よしおさんに歌うの良すぎる。君に届くまで歌う。そうよ、そうなんだよ。そうよ、そうだよ、そうよのことなんだよ。これは熱いな。一緒に泣き歌うよ、一緒に歌う。ことがあったんだよな、ここに来るまで。うわ、ここからね。そして楽しそうなアナの。これまでさ、ともりちゃんがさ、自分からこう熱く動くことってなかったんだけど、ともりちゃんの熱いところが見れてすっごい嬉しくなったの。ともりがボーカルなんだなって思うよね。ちょっと泣きそうになってる。話を聞きたいんだけど、なんかもうちょっと泣き出してるから。そうなんですよ、声を出そうものなら涙が涙がかきよ。でもシーン、ライブシーン見た時に泣いてるそよちゃんを見て、なんか新しく涙するほど大事な場所ができたのかなって思いました。やっぱり感動しちゃうなと思って。感動するよ、言葉が聞けてよかった よ, よかった。高校1年生のみんながこんなに辛い思いをしてここまでの絆を見せたっていうのがもうすごい鳥肌もので、なんといってもラーナちゃんね、ともりちゃんに真っ先に駆け寄ってね。そうラーナちゃんが今回はキーとなってメンバーをつないでったっていうのがすごく嬉しくて、本当にバンドメンバーになれた気がしてすごい嬉しかったです、10話のライブシーンの振り返りが終わったところで、こんな企画をお届けします。アニメバンドリーイッツマイゴーのロケ地に行ってみた in 池袋。かわいい。迷子のロケ地といえばいろいろな場所が出てきたと思うんですけど、私は一体池袋のどこを巡ってきたのでしょうか。アニメバンドリーイッツ迷子のロケ地に行ってみた in 池袋。イエーイ。早速聖地の一つなんですけれども、皆さんどこか分かりますか。なんとライブハウスリングのモデルになっている場所になります。こう見ると看板の感じとかもすごい似てますね。
こんな感じで池袋のいろいろなところを巡っていきたいと思います。続いてはこちらになります。交差点なんですけど、迷子のギザービジュアルのモデルになった場所で発表された画像もここになってるんですよ。あそこに5人がいるんだなってなってすごい嬉しいですね。あーすごい、ここアモンちゃんが第5話でリッキーから逃げてるって怒られちゃってこの公園に逃げてくるんですけど、私としてもとっても印象に残っていますね。逃げてないって、全力で逃げてるし。ともりちゃん続いてはこちらの場所にやってきました。サンシャイン水族館です。やったー、すっごいライティングが綺麗でなんかテーマパークみたい。あそこは5話でお話ししているところじゃないですか。アノンちゃんがちょっと自分の弱いところをともりちゃんに打ち明けるんですけど、この雰囲気だったら私もちょっと自分の弱いところとかなんか打ち明けれるかも。めっちゃ綺麗。あら、お休み中のペンギンさんがいる。かわいい。最後に回る場所はこちらです。サンシャインスペイン階段です。5話でアノンちゃんが逃げちゃった後に話をしているタキちゃんとソヨさんなんですけど、ここじゃないか。ここにタキちゃんとソヨさんがいることを仮定して、あ、いい感じのが撮れた。良い。初めて実際にアニメとかで見ている場所に来たんですけども、特にこのスペイン階段とかは手つなぐともりちゃんとあのんちゃんのシーンが大好きなんで、あそこを再現できたりしてとっても嬉しかったです。私たちライブする。以上、立石凛がお届けしました。聖地巡礼したいよね。なんか同じポーズで私たち行きたいですわ。ということで、この番組もラストスパートということで、最後に第11話から13話を一気に振り返りたいと思います。タイトル、それでも。ともりの歌で心を動かされたアノン、ラーナ、ソヨ、タキ、一見落着と思いきや、次のライブの予定が入っていることを知る。ちょっと待って、みんなもっと大事なこと忘れてないというお話でございます。何かしら。そして第12話です。タイトル、 It's my go。 ようやく迷子のバンドとして再集結した5人、曲も衣装もなんとか出来上がって、やはりバタバタしながらライブを迎えることに。ちゃんとライブしたかったのに結局これ。お、本人だ。やっとタイトル回収。回収長かった。続いてね、13話なんですけど、タイトルが信じられるのは我が身一つ。お、急に急に急に、いつ最後のテンションどこ行ったっていう、ね、無事にライブが終了し、リングで打ち上げを行う迷子メンバーたち、お幸せに。あら、怖い怖い怖い。誰の言葉なんです。それでは第11話から第13話のワンシーンをダイジェストで見ていきましょう。どうぞ。撮るよ。すごい場所。夜景がすごいとこに住んでる。すごい場所に住んでるの。みんな住みたいな。ここ夏服かわいい。さよりん、早くさよりん。ね、もうソヨリンになってたもんね。この飽き飽きしてる感じのソヨちゃんも好きだよ、うん、ちょっとあれちゃんこんなブレるこんなブレることある。リンコ光ってる。お化け。すごい可愛いのよこの2人。取り直さないの。一番取り直したいよね。取り直したいよね。取り直そう。ほらそんなこと。いや、ちょっと待って、好きなシーン来ちゃう。待って、好きです。本当は何考えてるか分かってた。え、ソヨがクライシック忘れられないこと気づいてて、私も利用してた。え、そうだ。だから可愛い。私も最悪。いや、ちょっと可愛いな今の。タキちゃん、それだけ。わあ、優しいな。衣装が顔
衣装ができています。次が最後の曲です。今日はありがとうございました。迷子でした。ああ迷子迷子ちゃん迷子になったよ。うわここでそうここで兵器ね。迷子でもいい、迷子でも進め。終わった。マジでどうなるかと思った。バンド名変わるし。そう、最後迷子って言ってたけど、あれってもしかしてさ、あのちゃんの聞いて、森ちゃんが書いたんだね。ライブして私たちだなって。いいと思う。はぁ、あ、始まるの急な手の人が全校でいる。俺よくない？この方が進んでると思うよ。いいよ。いいよ。だってうちら5人ってこと。そうだよ。ワンちゃんこういうことするよね。あ、どうしたの？不祥？あれ、不祥じゃん。いいじゃないのよ。あれ、あれ、赤ちゃん。かわいい。なんでお前が眠いんだよ。かわいい。私なんて三鉄なんだから。手引いてる。三鉄だったんだ。仲良くなってね。話さないでくれてありがとう。そうよそうよ。また会えたね。うわぁともりちゃんだよね。前ここでなんで名前知ってんの？なんでちょっと好きになっちゃうでしょ。名前覚えてないでよ。はぁ、すみみのおいか。あ、オフですよね。ちゃったかわいい。すみみのこと知っててくれて嬉しい。うわちょっと待って、すごい好きなんだけど。本当に優しいんだ。どうしよう、嬉しい。かわいい。いや嬉しいよね、そりゃそうだよ。知ってる人、前教えたでしょ。ほら、初めて一緒にカラオケ行った時。もう、それでよかったから。お、伝わった。かっこいい。あ、よかった。知り合い？そうなるね。この間プラネタリウムでね、バンドやってるの？ちょっと待ってよ、森ちゃんも。私は歌MYGO で迷子って言うんですけど、よくない？抜かりないね。さすが、さすがです。マジかわいいの SNS。 かわいい。フォローしていい？フォローしてくれる？QR コード出せる？はい。よかったね、アノンちゃん。神対応すぎるね。それじゃ、かっこいい。知らなかったんだもんね。でもウイカ、トモリの名前知ってたね。さすが気づくね、アノンは。目ざとい、目ざとい、ね、気がする。あれ、うわかっこいい。かっこいい。何これ。使っちゃってるよ。うわぁ、これは、このキーボードの配置すごいな。うわうわ。ようこそアベムジカの世界へ。迷子サードシングル、ひとしずく、好評発売中。夢の結晶ファーストアルバム、ポピーインフラクティセンス、ローズブリューテンスタンプ、好評発売中。バンドリカードになるの？面白い効果、あと特典ブースターパック、天輪飛翔、ヴァンガード、やらないの？武士ロード。今回
回2週にわたって振り返りをさせていただきましたが、やっぱり振り返るといろんな印象的なシーンばっかりで、もう一回見返したくなってしまいますね。ぜひこれからもバンドリーイッツマイゴー、そしてアベムジカも楽しんでいただけますと嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。迷子ファーストアルバム、明晰波、11月1日リリース。ワイズシュワルツ、バンドリのメンバーたちが新たなイラストで登場。その数なんと100種類以上。プレミアムブースターバンドリガールズバンドパーティーカウントダウンコレクション、ブシロード。迷いなく11月東京ガーデンシアターにてバンドリ12th Live 3 Days が開催。私たちの単独ライブは Day 2、迷子小さな一瞬です。チケット先行受付実施中。